大木町天皇は日本の第106代天皇、忌み縄法人。英承14年5月29日、小奈良天皇の第一王子として生まれる。工治3年、小奈良天皇の法御に伴って戦争した。当時、天皇役下たちは貧窮しており、大木町天皇も即位後、約2年もの間即位の礼を挙げられなかったが、英六二年春に秋国の戦国大名、 毛利元成から即位料、五福費用の剣能を受けたことにより、A63 年1月27日に即位の礼を挙げることができた。さらに、本願寺保守、権利も莫大な献金を行っており、天皇から門跡の称号を与えられた。これ以後、本願寺の献世が増した。A68 年には、キリスト教宣教師の京都追放を命じた。朝廷の財政は逼迫し、 権威持ちに落ちかけていた。禄十一年、織田信長は、大町天皇を保護するという大義名分により、京都を制圧した。この上落によって、皇室の危機的状況に変化が訪れていた。信長は、逼迫していた朝廷の財政を様々な政策や、自身の援助により回復させた。一方で、天皇の権威を持ち、信長の敵対勢力に対する、度重なる、 講和の勅命を実現させた。元気元年の朝倉義景、浅井長政との戦い、天正元年の足利義明との戦い、天正八年の石山本願寺との戦いにおける講和はいずれも大木町天皇の勅命によるものである。その間の天正二年には信長に乱者町の切り取りを許可し、天正五年には信長の生前の極寒となる右大臣をお宣言した。 イエズス会の宣教師は、日本には、大木町天皇と、織田信長の二人の統治者がいると報告書に記述した。フランシスコ・ザビエルの公認である、不協責任者のコスメデトーレスは、1570年に、日本の権限分離を、一家のように報告している。日本の世俗国家は、二つの権威、すなわち二人の貴人主張によって分かたれている。一人は、 栄誉の授与にあたり、他は、権威、行政、司法に関与する。どちらの基人も、都に住んでいる。栄誉に関わる基人は、王と呼ばれ、その職は世襲である。民人とは彼を偶像の一つとして崇め、崇拝の対象としている。豊臣氏へ政権が移った後も、豊臣秀吉は御領地や黄金を献上し、大町天皇を政権の後ろ盾とした。当時、 秀吉は中国、朝鮮や東南アジアへの進出という壮大な野望を抱いていた。明を征服した赤月には英永良名に移し、その後の日本定員の儀をはじめとした朝廷人事についても構想していたとされる。この計画は朝鮮出兵での失敗によって頓挫したものの、その後も皇室と職法政権の相互関係は続き、 結果的に皇室の権威は高まった。天正十四年、孫の和に神皇に上位して引退した。文禄二年一月五日に崩御した。皇三十七、大木町天皇は天正元年頃から信長に、その存在を疎まれるようになる。そして、たびたび上位を要求されるようになる。同年十二月八日の皇屋日記にそのことが記されている。また、 2年後には上位後に居住する、戦闘御所の予定地を探していた、ともされた。信長としては、諸君のサネイヒトを早く天皇にすることで、より朝廷の権威を利用しやすいものにしようという、思惑があったようである。しかし、天皇はそれを最後まで拒んだ。ちなみに、本能寺の変に関する一説として、朝廷官与説が浮上するのも、 このような事情によるものである。上記の説とは違い、大町天皇が上位を希望して信長がこれに反対していたという説もある。朝廷の内部資料である、お湯殿の上の日記によると、天正9年信長が京都で大規模な馬揃えを行った直後の3月9日に、大町天皇から大の意向が信長に伝えられた。 同年3月24日に上位が一旦長儀で決定されて、このことを、めでたい、めでたいとまで記されている。それにもかかわらず、金見狂気4月1日の上位に一点中止になったと記されている。これは前日のように当時は、戦闘御所がなく、天皇、信長のどちらかが上位を希望したとしても、退位後の生活場所という現実的な問題から、何らかの形式で、 戦闘御所を用意できない限りは上位は困難であった。だが、上位に関する諸儀式や退位後の上皇の御所の造営などにかかる莫大な経費を捻出できる唯一の権力者である信長が上位に同意しなかったからとするのが妥当とされている。天正元年の時点で、大木町天皇は57歳、佐根一新皇は22歳である。天正9年の時点では、 天皇の病気の記事が品質するようになる。つまり、上位を行う後期に差し掛かっていた。それにもかかわらず、信長が上位に関して、積極的な行動を取らなかったのは、むしろ上位に消極的だったからではないかという。五奈良天皇の第一王子。母は、三位、までの皇子健房の娘、吉典門院、藤原栄子。深草北領領は、宮内庁により、 京都府京都市伏見区深草坊を町にある深草北陵に事情されている。宮内庁上の形式は法慶堂。また皇居では高麗殿において他の歴代天皇、皇族と共に天皇の霊が祀られている。灰塚が京都府京都市東山区今、熊野泉山町の泉入寺内にある月林陵にある。ありがとうございます。